中国の大型連休はまだ続いています。この連休を利用して大勢の人が観光に出かけていますが、各地の観光名所は人で混み合い、見えるのは景色ではなく人の頭だと言っています。中国のネットユーザーによると、大型連休の最初の3日間、火山や富田山では数万人が滞留し、麗江では数万人が宿泊先が見つからず、深圳のタイマイサビーチは砂が見えないほどの人の多さだったそうです。また海南省のサンアビーチはゴミ置き場に化し、鉱山は観光客で埋め尽くされました。我在牛顿山山下咧，这人多死了，我们打道回府了，人很多，有4-5万人，这门都进去不了，票买不着，到处都很多人。好玩吗？就是人，人看人，很多人，人看人。福建省厦门市のコロンス島の受け入れ人数は17,000人がベストと言われていますが、10月1日、10万人の観光客が押し寄せ、日光岩に向かう道路は人で埋め尽くされ、1メートル進むのに3分かかったそうです。鼓浪屿昨天去的是也是人满为患的啊，非常拥挤，排队什么的。然后今天在武夷山也是排队，人也是非常多。一方、観光地飲食店のぼったくりが人々の不満を呼んでいます。中国メディアによると、鉱山では豆腐、青菜、卵炒めと牛ガエル、ヨキレを頼んだだけで300元取られるそうです。また、霊雲港では海鮮焼きそば一皿が165元、日本円で2000円取られるそうです。中国観光研究院のタイ院長がメディアに明かした情報によると、霊雲港を例にして言うと、店側が政府に上納する金額は年間10数万元、赤字を出さないためにはメニューの価格を引き上げるしかないそうです。あるメディアはこのような論評を掲載しました。ゴールデンウィークに旅行に出かける観念は再び重い打撃を受けた。観光客の過度の集中で各地は人で埋め尽くされ、見えるのは景色ではなく人海だ。新東人テレビがお伝えしました。有人说他是专制政府，政府危险，相当大一家。